膝の使い方で球を飛ばしたり飛ばさなかったりっていうのが僕のスイングのメインなんで、背を作ってしまうとそこで動かなくなっちゃうんで、胴にするためには力が必要、まあ、だからまあちっちゃくてもそこそこ飛ぶのかなっていう。1、2、1、2ってこうやって打つんですよ。それでは続いてのキーワードはこちらです。はい、小さな飛ばし屋。はい、もうそうですね、倉本さんって言ったら小柄なのにものすごく飛ぶっていうのがもう昔からずっと今の時代も引き継がれてはいるんですが、もともとは体は細かったんですか？細かった。ジュニア時代は、はい、ジュニア時代は細かったですね。飛びはどうだったんですか？いや、その時代の飛びはね、どうなんですかね。あまりこうみんな僕は飛んでた飛んでたって言うんだけど、自分としてはそうでも、あ、そうですか、うん、そんなでもなかったかなと思うんですけどね。その中でももう我々はもう倉本さんたらプレーが速くて気持ちよくて上手くて、なおかつデビューした当時のあのコマーシャルの片手の動きとか、うん、いわゆるそのポパイ、マッシーさんがポパイだって言われてたように、いつかそのもちろんあのいろんなことあったんですけど、体を大きくしようとか強くしようとかって、ね、僕はね、高校時代に、トレーニングを始めたんですよ。高校でもこれ以上背は伸びないだろうなっていうふうに思ったんで、トレーニングを始めて、で一番最初についたのがボディービルダーの方で、ボディービルで日本一になった方にトレーニングの仕方を教わったの。でもちろんその方はゴルフやってなかったん でトレーニングはこうやってやるんだ、でプロテイン飲んでこうだって言われて、いやでもそれってただ筋肉つくじゃない、つくだけじゃないですかって言って、いや僕が欲しいのはこういう筋肉なんです、こうやってやりたいんですって言ったら、あ、じゃあそうだったらこういうふうにしろよ、ああいうふうにしろよって言われて。それもじゃあご自身で筋肉のトレーニング必要性をで自分で探したんですか、そのボディビルダーを。そう、倉本さんってもう自分で考えて自分で一つ一つ処理してもうこう自分のゴルフを作っていったんですね、本当に。で、あの何かやりたければそのプロに習いたいっていうのがあって、倉本さんはそのチャレンジ、自分でこう足りないものとかやってみたいものっていうのは飛び込んで結構やっていく、いろいろ準備していくんですか？僕はね、僕の考え方は、はい、ゴルフで得られるゴルフの知識っていうのは、はい、たかだか知れてると思ってるわけ、はいはい、だからゴルフいくら突き詰めても、うん、それはその殻から出ていかない、はい、うん、だから例えばゴルフがもっとレベルを上げていくためには、はい、例えばスキーをやりたいとか、はい、それから野球やりたいとか、うん、テニスやりたいとか、うん、でそれってゴルフと全く関係ないんだけど、うん、でもそこから得る知識は何かゴルフに得られるんじゃないかと思う、まあ、ただゴルフでやらなくちゃいけないことをやりきってることがあるからこそ、それにプラスできることを探してるってことなんですか？そうっていうかね、あのゴルフになんか取り入れるものっていっぱいあるんじゃないかっていう、いうふうに思って、でもゴルフではなかなか突き詰めていってもそこは得られない。倉本さんはすごくこう膝の動きがとても柔らかくて、こう強く動けるじゃないですか。やっぱりそういうのもスキーとかも含めた動きがすごくこう練習、もともとなんですね。もともと僕はそのこう立った状態で膝をあんまり曲げるのが好きじゃないんですよね、はい、体もちっちゃいし、だから人が見た時に大きく見えるような立ち方をしたいっていう、まあ、そちらの方がね、あの、うん、アークが大きく動くっていうことでしょうけど、ただ膝も柔らかく大きなアークを描いて、もともとさっきも言ったように膝の使い方で球を飛ばしたり飛ばさなかったりっていうのが僕のスイングのメインなんで、あのドライバーなんかはもうヒールアップして、かかとをパンとこう踏むことによってヘッドスピードを上げるっていう、まあ、だからまあちっちゃくてもそこそこ飛ぶのかなっていう、いやいや、そこそこと相当な飛ばし屋ですからね。いやいや、じゃあ飛ばすコツというのは、そのいわゆるこうヒールアップしてポンって打っていくのが、そうですね、いわゆる自分のこういうこうやってパンっていう、でその瞬間にパンって踏んでから振るっていう、 それが倉本さんの飛距離に対するコツなんですね、うん、だからよく、ね、地面反力だって言うけど、はいはい、いや地面反力って当たり前のことで、まあそうですよね、地面反力なかったら人動けないんだもん、まあ、歩けないし浮いて打つみたいなもんですもんね。そうで今だから名前つけるとその地面反力なんかこう分かりやすく言うだけだって、以前からもちろん取り入れてらっしゃるってことですよね。そう、人間が動く上には地面の力を使わなきゃ動けないんだもん。あ、なるほどね。
トレーニングをされて時にその高校生からっておっしゃいましたけど、はい、高校大学プロっていうふうにこう時代が変わっていろんなトレーニングもどんどん増えましたけど、はい、やはり変わらずやり続けなくちゃいけないものっていうことは基本的にはやっぱ下半身だって体幹だったりということなんですか。いや変わらずやり続けなきゃいけないのは、全体の総合力なんです。総合力だから例えばどっかでベンチプレスばっかりやって100キロ上がるようになりました、はい、じゃあそれが球が飛ぶようになるかっていうと、うん、それはならない。だ本当にそれで飛ぶんだったらプロレスラーはみんな飛ぶし、うんね、相撲取りはみんな飛ぶはずなの。 でもそれは動かし方も違えば、うん、筋肉を自分でコントロールできなかったら全く意味がないんですよ、うん、だから、ええ、力をつけることと自分でコントロールできることってが両立しないとダメなんですよ。だから必ずトレーニングをやったらクラブを振る、うんうん、その感覚をしっかり養うってことをやらないと。あ、じゃあトレーニングやった後クラブ振ることも結構されたんですか。やります、必ずやります。そうか、変なし縦の動きしたら今度こう振って。そう、あ、じゃあなるほどね、うん、あとはもう年取ってくるとどんどん可動域が狭くなってくる、うんうん、で可動域が狭くなることを嫌がってより可動域を増やそうとすると怪我をするわけ、うんうん、だから可動域は狭くなっても、うん、その中でしっかりと動かせる体を作っていくっていう、うん、なるほど、なるほど、これまたすごいことを僕も無理してあげる。そうですよね、はい、無理して可動域をまた戻さなくていいっていう、ね、やっぱ年いわゆる動かなくなってるってことは体を守るためになってるのかもしれないですね、うんうん、あ、そうですね、ね、その年齢にこれ自然の流れなんですね、うん、はあ、はあ、はあ、すいません、なので怪我しないんですよ本当になんか、はい、もうどこも痛いとこない。怪我のイメージが全くないの。腰痛いとか膝痛いとか、ないですね。ないですね。もうとにかく私、倉本さんをクラブハウスでお見かけすると姿勢がすごく良くて、背中の大きさ、もう目に行くんですよね。もう洋服着ても背中ってこの筋肉が分かるもんね、はい、たまにお風呂一緒にするとなるほどやっぱりなって思うもうスタイルも全く変わらなくてね、アパレルが昔と変わらないんです。そうですね、30年前のズボンが履けますから、ね、それはすごいことですよ。これはね、ただ食べないでダイエットじゃない、ちゃんと体を鍛えて動かしてなおかつそこをキープするっていうのは多分並大抵じゃないし。でもね、30年前のズボンが入りますよって言ったら、いや、それは入るけどお尻はダブついてるかも分かんないです部分的にね。そう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 、倉本さんの飛距離を生むためのご自身で作ったスイングのちょっと体重移動ヒールアップ含めてちょっと聞きたいんですけど、はい、基本的に、ドライバーだけではなくて、はい、僕のスイングを作る上、はい、例えば練習場でも、スイングを作っていくときに、はい、自分がいつもやってることをちょっと皆さんに披露して、はいはい、基本的に僕はこうやって足踏みのこの動きだけでゴルフのスイングを作ってるんですね、右左、そうするともう上体の力は全くないので、逆にこう練習するときって足、こういう動きだけなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。ちょっと上げて極端に曲げちゃうぐらいですね、はい、上げて、あ、練習では全て足を上げて、1、2、1、2、1、2っていうこういうスイングなんですよね。ははははなるほど、はい、もうじゃあ本当にじゃあタイミングもこう乗って最後までいけたのが感じながらこうできるんですね。そうです、そうです。でそうすることによって、まあ、もちろんタイミングも取れるし、うん、はい、リズムも良くなるし。でも今倉本さんのやってる練習って言ったら、はい、腕の力ってあんまりいらないんですね。もう全然腕の力使ってないんです。ですね、はい、だから極端に言えば、本当にこうやって全く握らないで、うん、この状態で1、2ってこうやって打てるんですよ。ははこの状態で。じゃあもうアドレスで勝負したっていうのはこういう人にはもう一番やった方がいい練習ですね、はい、ガーってやっちゃってる人がいますもんね、うん、アンドレアガシとね、ゴールした時に、はい、アンドレアガシってこうやってどうつの、テニスのステップみたいにして、で結構飛ぶのよ。でもそれって俺 のステップと一緒だとかって言って話をしたことあるんだけど、今言ったこの 1,2 っていうこういうのはもともとやってた中でさらに練習方法で、もともとは、こうやって、はい、ま、ちょっと狭いんで短くやりますけど、1,2,1,2,1,2、うん、ってこうやって打つんですよ。
あなるほど、はい、もちろんこんなに速くは打ちませんけど、うん、今ぐらいの、はい、まあ、でも体のリズムも整うし体重移動も覚えられますよね。でこれ余計なことをやってられない、やってられない、うん、なので今のベースに私がやってる実際 の、 あのドライバーの、まあ、ほぼほぼ大きなスイングになってきたときに、はいはいはい、こう構えますよね、はい、で構えて私はこうやって足踏みをしながらワッグルしてるんですね、はいはいはい、でこの足踏みの中で極端に言えば1、2、1、2、1、2ってこうやって振るわけですよ。でそこでじゃあリズムを取ってるんですね。そうそうですそうです。でアマチュアの人はさっき言いましたけど硬くなって動かないってのは一番ダメですね。一番ダメ、ね、だからあの、よく正から動に、移るっていうんだけど、はいはい、僕は正を作らない、うんうんうん、正を作ってしまうとそこで動かなくなっちゃうんで動にするためには力が必要、はい、だからずっと動であれば、うん、いつでも動ける。うん、動いといてこうやっといてパッていくような感じですね。そうそう、そこまで分かるようにはやってないけど、まあ、そのぐらいの感じですね。そのぐらいの感じ。例えばでは上げ方が分からないとか、うん、どこを意識して上げてるんですかっていう方たまに聞く方いるじゃないですか、はい、もうその方にベストなレッスンですね。もう足踏みしてくださいって、ね、うん、あ、なるほど。そうすると上体の力も抜けるし体重移動も自然に覚えられる、うん、そうです。でもう一つはあんまり教えたくないんですけど、今回の深掘りレッスン、ゲストに実践していただいた超プロ級のテクニックを深掘りさんがより詳しく解説してくれます。ということで深掘さん、今回のポイントは。はい、今回のポイントはですね、体の力の伝え方ですね、スイング、それについてやりたいと思います、はい、はい、お願いします。体のからこう力を伝えるにどうしても、あの僕らもそうなんですけど、調子が悪くなったり飛ばしたいって意識になるとどうしても体の状態、腕側の外だったりこういう手の使い方で言うとこういう力の使い方なんですね。本当は反対にならなきゃいけないです。見ていただくと内側にすると肩がこうきつくなりますよね。こっち側に回すと肩って開きますよね。この状態を作らなくちゃいけないんですね。まずでどうしてもアマチュアだとこうなりますけど、まずそんなにグリッププレッシャーを強く握らないってことをクラムさんも言ってました。そして何よりも手で打つよりも体の力でインパクトを迎えた方が重たいものが当たっていく、力があった方が球を飛ぶっていうこと、なおかつ力を抜いてスピードが上がっていくって状態です。そこで取り入れられたのがやはり足の動きですね。右左、まあ、僕もそうなんですけど、アドレスして少しこう足のこういう足で手のワッグじゃない、足のワッグルもしてるんですね。足のワッグルをするっていうことは体を動かしやすい状態、膝の動きがしっかりこう動きやすい状態を作っていく。右に乗ったものが左に、右左右左っていう中で腕は力を抜いて、その足の動き体重移動をしながらボールに向かって力を伝えていくってことを繰り返しやることによって力を抜きながらスイングに力を出せるということを覚えられる打ち方です。あの満足度っていうものはこう硬いものをこう上から叩くような方があるかもしれないですけど、インパクト以降に力を出すには今の振り方をすることによって大きくそして早く振れることができると思いますので、それを取り入れて練習する方が皆さんも実際飛距離が出て気持ちよく振れるようになると思いますね。ですので下半身をしっかりと動かせる状態、動かせるっていうのはこうずれるって意味じゃないですね。こうワッグル、足のワッグルをしておいて、右に上げたものが左、右に上げたものが左ということを練習されていくと皆さんのドライバーが打ちやすくなると思います。でもう一つはあんまり教えたくないんですけど、こういう形を作るんです、はい、トップ、はい、はい、ここからショットのバリエーションもイメージもすごく良くなるし、バリエーションもやっぱ持てるようになるし。教えたくないの聞いちゃいましたよごめんなさい。へー、そうですか、うん、